はいはい、今日は宇田市でございます。宇田市、いやー、かぐや山が古墳やったからや、3遍目ぐらいやけど、なかなかね、車を止めるとこがないんでね、今日はこの駐車場を止めたんだけど、公園のどれぐらいあるかなかんかね。1キロもないか。さっきあの辺うろうろした、どこうろうろしたんだろうな、わからんな。どこだ、さっきの道に出たんじゃないとわからんな。これじゃないし、わからん。ナビ動いてんのかね、ナビさんは。はい、ナビ設定し直したけど大丈夫かね。本当もそんとも言えへんだけど、これやったかな、さっき通った道、なんかちょっと違うんだけど、秋神社、こんなとこ通ってないな。どこだろう、秋神社さん。わからんな、観光案内、これでわかりませんか。神武天皇紀州熊野南昇を起こし、大和国宇田へ出て統治。神楽でもやんのかね。ちょっと考えが甘かった方ね。抜けれませんでしたね。残念。どっちから行くんかね。この神社の駐車場があったんだ。近くの公園まで来てね、止めて。そこからでもどれくらいだったかな。500、600メートルだったか。800メートルだったかな。これや、大亀和尚民芸館って読むんかな、わからんけど。ということはこれがあるところ近く、これや、これ上がったとこや。ちょっとこの辺止めれんな。この辺でもちょっと置かしてもらったらな、行かれへんかね、あかんか。いやー、いい風景やね、眺め。雪が降っとるんやけどね。眺めでございます。うんともすんとも言うてくれへんけど、ナビさんは。右行ってみましょうか。はい、失礼します。右行かしてもらおう。失礼します。失礼いたします。ないか、見当たりませんか。失礼いたします。
ないね。雰囲気的にはあるんやけど、行く道がないもんね。まあいつもこんですけど、なかなか行きつかんね。ゼロメーター。いつもんなこと言うとるけど、まだ今日もあかんか。見るからに興奮やけど、これね。直径15メーター、もっとあるか。開いてないね。いやー、これかね。お、ありがとうございました。これはこれはな、このナビの、まだナビの話じゃおれませんわ。かぐや箱も。あら、鍵かかってんの。残念でしたね。これ光ってますか。何年かっていうの、ここに来るまでね。で、おまけに鍵はかかっとるし。昔、鍵かかってないで聞いたんだけどね。あら、大きな古墳でございました。あら、綺麗な古墳や。これはすごいわ。入らせてくれたらいいな。10メートル以上あります、手前からね。こっちは見えんな。こっちは見えまへんか、こっちは。ちょっと石がね、こう飛び出てるか、この石ね。綺麗に作ってくれてるぞ。綺麗ですよ、ものすごくね。石組みはずいぶん時間かかったけど、来るまでに3年も4年もかかってる。あれやったらわからんわな。手前だからずっと何回も上がってんねんけど、高さわからへんけどね。だいぶ広そうやで。これ掛けてまんのか。かかってまんのか。開けまへんか。石棺はないのかね。石棺は。あれはなんだ。石棺って言えるの。石棺の。かけらかね。いやー、すごい古墳やった。びっくりしたわ。はい、何でも分かったけど、今度に。これは来れませんわ、この古墳は。なかなか来れませんわ。あのナビで行ったら絶対来れないわ。もう半分諦めたんや、俺。な。諦めてたんだけど。これ何だけやるの？かぐや山古墳、証言院でもの、何でもか分からんけど。古墳の直径が20メートル以上あるんですね。高さが4メーター、5メーター。下から4、5メーターあるね。4メーターぐらいあるか。ほら、入りたかったけどね、入れんね。ありがとうございました。回れますか？もう高いね。雪は残ってます。雪は
あら、鹿がおるねんだ。これ鹿の糞がおるってことは鹿がおるんだよ。こんなとこおったんかね、鹿。これね、この先も感じ的にいいんやけどね。これいいね、眺め。下は雪が積もってほしいね。はい、行きましょう。はい、はい、安心しました。これで見ましたから。何年もかかってほしいね、ここに来るのに。あのナビでは行かねえんだね。携帯のナビではダメですね。全然。はい、ありがとうございました。ここまで来るまでに、駐車場からね、どれだかって言うから、おろろしてたから、40分かかってるね、3、40分。ダメですね。パッと来りゃ、そんなもん、ね、時間かからへんねんけど。ナビがまあ、いかげんやんな、ゼロメートルでも言うて。もうナビをやめてから来るとやっぱ来れんでね、噛んできたら来れますよ。噛んの方がええねんな、最初からな。はい、ありがとうございました。かぐや山古墳でございました。宇田市はあと1基だけ回るね、今日はね。はい、ありがとうございました。寒いわ。